はい、こんにちは。パーカッション高見です。今回は LP のリオブラジリアンパンデイロ12インチのサウンドチェックを聞いていただきました。簡単にレビューをしていきたいと思います。このね、LP のパンデイロって、巷では重いと、なかなか評判なんですけれども、実際どんなもんなのかと、ちょっと気になりましてね、ゲットしてみたんですけれども、これむっちゃくちゃ重いです。はい。評判通り。12インチってね、ちょっと大きめのサイズではあるんですけれども、これで 850g ありました。はい。なんで、軽量な10インチのパンデイロの約2倍の重さ、2個分の重さを持っている感じになります。僕の感覚で言うと、もう5分叩いたら辛くなってきてですね、あ、もう休憩という感じです。で、こう振る奏法もね、かなりこれ体力がいります。しっかりとホールドできる握力と体力が必要になりますので、なかなかハードル高いと思います。初心者、初級者の方にはね、まずおすすめしません。まず初心者、初級者の方はいつも軽いものを選ぶといいよとおすすめしておりますけれども、軽いものから始めてね、だんだん慣れてきて、もっと重いものとか大きいもの、興味が出てきたら、選ぶといいかなという感じですけれども、なかなかハードルは高いです。ただね、この楽器すごいいいところがあるので紹介していきたいんですけれども、まずヘッドですね。この LP のヘッド。これ座面側はつるっとしたクリアヘッドというかエボニーヘッドみたいな感じなんですけれども、実はこれね、ナパヘッドになってまして、つまり合成の革ですね。なんで普通のクリアヘッドとか本革のヘッドよりもかなり分厚いので、今全く何も加工してないノンミュートの状態なんですけれども、低音がかなり強くないですか。これがね、叩いててむちゃくちゃ気持ちいいですね。普通に親指や中指でベーストーン叩くのも気持ちいいんですけれども、こう平手でね、それこうオープンで叩くとむちゃくちゃ低域が鳴ってくれますので、これパンデイロとして使うだけではなくて、マルチパーカッションの中でね、こうマウントしてセッティングして、こういうベース的な役割をする楽器として使っても面白いんじゃないかなと思いました。で、このボディやラグ、プラチネラなどはしっかりとした作りになっていて、さすが大手メーカーという感じです。このプラチネラの加工もですね、独自の加工がしてあって、あんまりやかましくないような仕様になっています。この楽器のチューニングレンジは最初に聞いていただいた通りなんですけれども、主に中域以下ですね、低域、超低域が特徴的、気持ちいい楽器になっています。逆に中域以上、ハイピッチにすると、あんまり活かせないっていうか、このヘッドが。あえてこの楽器でハイピッチにする必要はないのかなと思います。で、もしハイピッチにしたい場合はね、もうヘッドを交換してしまうのがいいかなと思います。この LP のヘッド自体が結構な重さなので、ヘッド交換することによってね、軽量化することができると思いますし、ボディの作り、クオリティもすごく高いので、このボディを活かして、もっと軽量なヘッドを使ってハイピッチな楽器、セッティングにすると、なかなか使える楽器になるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。この LP のパンデイロについて何か気になることや質問がある場合はコメントいただければ回答しますのでよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。